こんにちは、岡井介です。今回は動画クリエイターの僕が一番おすすめするカメラバッグ、バンガードのアルタフライ58T のご紹介をしたいと思います。まあこちらね、バンガードのアルタフライ 58T なんですけど、最初ね、まあこのようなカメラバッグが欲しくて、で、後でね、お話しするんですけど、ショエル氏、かつ、キャリーとしても使えるし、っていう、この 2way のね、カメラバッグになっていまして、これを見つけた時はね、もう一目惚れして、バンガードさんに、ご相談させていただいたんですけど、やっぱり機材ね、撮影してる人ってわかると思うんですけど、重い機材を持っていて、それを常に背負ってるのって、きついんですよね。なので、オフの時、撮影しないっていう時は、こういった、キャリーを出して持ち運ぶ。で、撮影オンの時ね、撮影したいなっていう時は、背負うっていう、この2つのね、スタイルでカメラを持ち運ぶことができるので、これはもう最強です。なので今回はこのカメラバッグの細かなところから僕が使ってみた感想を皆さんにお伝えします。皆さん、こちらね、まあ、今、ドサンって置いた瞬間にも多分わかると思うんですけど、今この中に、カメラボディと、レンズとか、6本から4本普通に入ってるんですよ。で、このカメラバッグを常に背負ってると、俺本当に肩痛くなって、それがすごいネックだったんですよ。こういう重たいもの、例えば家を出る瞬間から撮影するってことないじゃないですか。まあ、旅先だったら話は別なんですけど、なので、ちょっと移動するときとかは、キャリーで移動して、で、実際に撮影するときに、戦闘モードといいますか、カメラしっかり設置して、中も軽い状態にして挑むみたいな、まあそういったスタイルで撮影できるってものが一番の良さですね。で、こちらまずね、見えるかな？まず外観見ていただければわかるんですけど、もう全体ブラックとちょこっとグレーがあるのかな。で、この差し色に黄色があるんですよ。実は、じゃん。iPhone 11 Pro ね。僕ね、本当に申し訳ないんですけど、iPhone はね、裸族って伝えたと思います。裸のまま使うのが、Apple はもう洗練されてるのにそれが一番いいよって言ってたんですけど、このね、一回落としてしまってすごい怖くなってしまってね。もう純正のこの iPhone ケースだったら許されるかなと思って、これ購入しました。はい。まあ純正なんで許してください。Apple 大好きの方がいましたら本当にすいません。はい。まあこのね、黄色っていう差し色僕すごい好きで、なのでね、このね、イエローとか中見ていただければわかるんですけど、イエローなんですよ。なのでこういった、その中へのこだわりというか、そのルックスっていう観点で見ても僕はすごい好きなんですよね、このバンガードさん。まあ取っ手が、まあこの上の部分もそうだし、横にもついてます。で、このキャリーは、この背負うところの後ろから出ます。はい、こんな感じですね、仕様としては。横に、このペットボトルとかサングラスとか、あとは三脚、ジョビーとか僕今回入れてましたね。そういった三脚を入れることもできますし、ここですね。ここに三脚とかを入れることもできます。で、ここを開けると、タブレット入れたりとか SD カードとか細かなアクセサリー類も入れることができます。で、ちゃんと見てください、これ。落ちないように、このセキュリティのバンドがついてるんですよね。で、ここでやっと開けることができます。はい。でですね、今僕がっつり機材入れていまして、で、ここにね、じゃん。MacBook Pro。入れております。で、これ、一応ね、この、アルタフライの 58T なんですけど、PC が14インチなんですよ。機内に持ち運びやすいために、14インチで調整されてるっていうところはあるんですけど、まあ、15インチのね、僕 PC 持ってるんですけど、まあ、入ります。なので、まあ、ちょっとギリギリなんですけど、それは嫌だなって思う方は、まあ、13インチとか持ってる方でね、検討していただけたら幸いなんですけど、15インチも全然入ることができます。ちょっと置いとこうかな。で、ここに、メッシュカバーですね。で、これがあることによって、中の細かいものが万が一落ちたとしても破損する心配がないですね。そういった機材をしっかり守ってくれるっていう観点で見ても、すごく安心のできるカメラバッグになっております。見てください。じゃーん。見えます？すごくないですか？見てください、これ。じゃーん。まあ、後でね、別のカットでインサートで入ると思うんですけど、中身、
めちゃくちゃ入ります。今これ入ってるのがルミックスの S1H ブラックマジックデザイン 4K ですね。これボディが2台入ります。で、レンズがもう本当にこれ入れようと思えばめっちゃ入るんですけど、一応ね、ウェブサイトには4本から6本ぐらいが、入ると言われております。なのでここにもね、僕、タムロンの 35mm とか、シグマ 50mm とか、そういう単焦点レンズをね、入れているんですけど、その他に、ハードディスク、ロードのマイク、あとはマビックミニですね。もちろんここまで容量があるのでドローンを入れてかつ一眼レフも入れてすぐ撮影したいっていう方にも向いております。で、次にですね、この四輪なんですよ。で、僕これね、二輪がすごく嫌いで、二輪だと進行方向にしか行かないんですよ。でこれ四輪なんで移動にストレスがないというか、どの方向にもすぐに動くことができるので、僕はこの四輪っていうのがすごく助かっていて、かつね、このキャリーで、運んでその後しょいますってなった時に、ここが汚いと服汚れるじゃないですか。そういう時にね、皆さん、じゃーん、こんな感じで足を隠すことができます。これ汚れません。これはね、雨の時、ちょっとね、雨が降ってきたな、で足汚いな、でもしょうがなきゃいけないっていう時には、こういったものをね、出現させて使う。で、すぐ入れることができるって感じですね。で、このリュックの後ろに、じゃん、これを出すことができまして、サイズ感としてはすごくちょうどいいです。これは、皆さんが使っているキャリーの長さとほぼ同じぐらいなので、正直全然なんだろう、移動に苦がないですね。このね、カメラバッグをご紹介させていただく一番の理由がですね、僕海外での撮影が結構多いんですね。で、海外に撮影するときに、やっぱりここまでの機材ってものをチェックインのときに、入れることはできないんですよ。この貴重品がね、あるので、壊されたら困るし、絶対に機内持ち込みなんですね。ただここまでたくさん機材を持ってる時に、僕毎回背負ってたんですよ。で、人も多いので、人に当たったら申し訳ないしっていう、しかもね、こんななんか気軽に飛行機乗りたいのになんか乗れないっていう、そのなんか快適さがない状態で僕は常に海外旅行行ってたので、ずっとこのキャリー用のカメラバッグが欲しいと思ったんですね。基本的にその空港で撮影することであんまないじゃないですか。なので、こうやってキャリーで基本的には移動して、で貴重品なので安全で守れるし、で、まあ、じゃあ旅先に到着しました。で、宿に着いて、例えば PC とかハードディスクとかって常に持ち歩く必要ないんですよ。なので、ホテルに着いたら中のいらないものは置いといて、で、じゃあいざ撮影しようっていう時にはキャリーが邪魔になるんですよ。キャリーが邪魔になるので、その時は背負ってたくさん撮影するっていう、この二つのスタイル、オンとオフをもう綺麗に分けれるってものが、このカメラバッグの一番の良さです。正直僕はもうこれ使ってキャリー付きのカメラバッグじゃないともう嫌だと思ってます。もうキャリー付きじゃない方がもしかしたらルックス的にはスマートかもしれないんですけど、僕はもうね、もう無理です。キャリーが付いてないと、もう重すぎて、肩痛くなるし、その撮影、ロニー S とか重いものも持つのに、もう集中力続かないっていう現象が起きてしまうので、まあもしね、同じ境遇の方がいましたら、こういったキャリー付きのカメラバッグってのを僕は大いにおすすめしたいと思います。今回ね、僕が運営していますトランスサロン、動画コミュニティあるじゃないですか。その動画コミュニティにバンガロさんから特別にクーポンをいただきました。20% オフですね。まあこのカメラバッグが気になった方、20% オフで買えるっていうのももちろんなんですけど、バンガロさんってこういった三脚もね、本当に良くて、この雲台がもう滑らかに撮れるんですね。で、最近僕のね、インサートとか、商品のインサート撮ってるんですけど、これを使うことによって滑らかに物撮りもできるので、この三脚もすごくおすすめです。多分これも 20% オフで買えるんじゃないかなと思うので、まあ、もしね、詳細とかトランスサロンに、記載しますし、概要欄にもリンク貼っとくので、ぜひチェックしていただければなと思っております。いやね、僕はね、本当に最初にカメラバッグを紹介した時、What in my camera bag ってやったんですけど、その時もバンガーロさんのカメラバッグだったんですよ。もうそれがね、ほんと数年後にこうやってお仕事させていただくっていうことができてね、個人的にはすごく嬉しいです。なので、バンガロさんだったりとか、いつもね、支えてくれる皆様、本当にありがとうございます。そんな感じでね、今日の動画は以上となります。皆さん、こういったね、機材高いかもしれないんですけど、自分がね、どんどんこの動画表現突き詰めていきたいっていう方はね、こういった装備を整えて、いろんな動画制作をしていただければと思います。はい、じゃあそんな感じで本日の動画も以上となります。本日はどうもありがとうございました。